ってくる。お、来た来た。お、パチパチ。え、めっちゃ顔赤い。はい。俺目ちっちゃくないですか？はい、今5秒前に来ました。遅刻ではない。締め日だったからね。俺忙しかった。俺アメさんになってるんですけど。5秒前。まあ、本当だ、アメの上にいるやん。アメさんになってるんですけど。アメタケルだね。そうだね、タケルさん、おはようございます。あと何人か来るからね。あれか、カメラ。タケルだってどっかではぐれたよね、多分。そうっすね。 さっきも出たんだよね、ま、だよいしょ。やばいからって言って、よいしょ、はぐれちゃってるね。多分その辺のあの縦鼻前ぐらいではぐれた気がする。あ、れいちゃんありがとう。いいえ。お茶持ってくる。お茶持ってきた方がいい。お茶持ってこよう。始まった。あ、すごいね、なんか今日始まっていきなりめっちゃ阿部さん今日歌って、今日全然ラスソンまで届かなかった。やばいやばい、背景が同化しとる。今日今日は俺だよ。おぉ、やばい、今日どうかしてる俺。誰だ誰だ。え、俺、レイちゃん今日やばいっす、今日やばい。どうなってんのこれ。今日やばくない。どうした。今日レイちゃんおらんやん。やばすやばすやばす。透明バートみたいな。一度セグイおらん。ほんまや、お前一度セグイおらんやん。緑だからつけてんのか。やばやばいね。ほら、あ、そっか、後ろ緑か。そうそう、後ろの光線っていうのがバレたやん、レイちゃんのせいで。やばいやばい。待って、俺の手は映ってないんだよ。すごいね。締め日お疲れ様です、ありがとうございます。上着が落ちた。ありがとうございます。みんなイケメンだって。やめよ、ラスがイケメン。ちょっと恥ずかしい。よいしょー、一ノ瀬グイ、よいしょー。グイでーす。顔で売ってないんですけど。顔で売ってみたいよね。そうですね。乾杯しよっか。よし、お疲れ様です。乾杯です。乾杯したらそれグーッとグ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 ッと参りましょう。お茶、あ、違いますこれ。お茶染みる。めっちゃ染みる。顔だけ、まあ、自己紹介じゃないですかこれは。顔だけ。ゆきさん萌えだって。ゆきさんは萌えるっす。マジ、お前体ほんまにつけとる。いや、なんいやいや、マジっすか、いいっすか。いいっすか、いいっすか。いいっすか、俺透けたままで今日。お、体復活したって言ってんのに。透け感、透け感、透け感、多分初、これ透け感出してこう。こういう模様の服だったと思えば、次回ちょっとみんなさ、緑の服そうっすね、そうっすね、着てこよう。さあ、もう首、みんな首だけみたいな。生首、上着着ときって。緑の T、 そう、顔だけ放送。顔だけ放送。みんな顔で言ってくる。顔なし。美人一人だ。美人、いや、レイちゃん美人って言われてるよ。じゃあ姫や、姫、姫この宅いくら。だいぶでかい。めっちゃでかいっすわ。今日いくら使ったの。いくら使ったのかの姫。いっぱい使ってる。今日ここに来た。今日139万です。それでニコ生一緒に出れるんですよ。なかなか大きい、それは。今日139万上がったから。イグドラシル生首だった。多分ね、タケルはもうちょっとしたくると思う。多分アミさんの最後で歌ってすごい、ね、やっぱ歌のアミさんって言ったら歌の知名度がやっぱ最後に歌ってさ、ね、確かに歌うまいですね。ね、歌ばっか載せててよかった。俺、CD 流してるだけだから。歌の実は歌ってる風に見せてみたいな。そんなに歌うまいのっていうかね、モノマネをちょっとやってて。あ、そうなの。そうっす。歌舞伎町ツイッター多いっすね、アミさんやっぱ。あ、ありがとうございます。歌舞伎町モノマネ時々やってます。聞きたい。だって嫌だよ。お店高いよ、高いよ、高いよ、アミさんの歌は。ユーザーしろおいでって感じで、はい、ほんまにそこはね。僕はシャミオさんの八代美代さん会長のモノマネしていつも怒られてるんで。お、じゃあ殺したいキャストで入っちゃう。この入って入りたい、ユーザー入りたい。CM の後にもしかしたら来るかもしれない、ね、そうですね。あれ、八代美代さんとファービー掛け合わせたの僕なんで、実は。これは美代さんいないから言うから、見てたらどうしようなんて。ちょっと見てこの放送は見てない。多分忙しいからね。殺したいリスト入れ替わるっすね、僕が作ったって言ったら。ちょっと行きますか。シャミオのモノマネ聞きたいって。じゃあ、多分これは多分一回タイトルコールあって、その後の方へ。オッケーっす。多分そうパッと来たら、じゃあそのタイミングがあった時にね。うん。おお、T さんすか。来たっすね。迷子の頼もう。あれ、ね、待って、あれ違う人来た。違う人来た。ちゃんとラベル取るっすね。その意識ない。ちゃんとラベル取るっすね。その意識は。ちゃんとあの
リセット の, のラベルも取ってるからちゃんとね。あれトンボのコスプレセットですか。トンボのコスプレですね。落とす落とす。銀ヤンマが来た。銀ヤンマじゃないよ。いつか言われてなかったですか。僕家で見てたんですけどね。なんかすごいキュッキュッとなのあの修練の時のやつね。ちょ俺ユキさんの隣がいいんすよ。あ、そうユキさんの隣がいいんすよ。ちょっといいよ。風磨さん、レイ見てください。何練習でるでしょ。練習でるでしょ。俺どうした。お前あれじゃん、ハリーポッターとお前賢者の石になってる。やばくないか、お前。あ、緑に反応してるのね。そうなんすよ。これね、これなんかこれあの芸能人で意識してる。そう、意識して今、5秒前にラベル取ってる。そうなんす、実はめっちゃポカリやんってバレてますよ。やめて、ほんとに。もしかしたらアクエリかもしれんから。中身はアクエリかもしれん。めっちゃポカリやん。座れないの、そこ。いや、座れるっすよ。座れる。足がいいんでしょ。え、後ろ置くっすか。今日多いね。ちょっとみんな蹴って。今日多いっすか。椅子あるん。雨、後ろ行こうかな、じゃあ。あ、後ろ。そうっすね。2段のね、ひな壇にするやつね。あ、それの方がいいかもしれない。喋りやすいよ。後ろ行こう。コードがアップした。ごめんね。あ、風磨さんって。風磨さんって、あの、ありがとう。イケメン竹さん来たなって。え、今日決めじゃないんだ。オープニングにね、タイトルコール、タイミングお願いします。これ言っちゃうやつね。全部言っちゃうやつね。全部言っちゃうやつ。じゃあ、ね、みんな、そのたとこで、はい、はい、この番組のタイトル、ちょっとカンペ見ていい。あ、ヤシロ、丸見え、独創部、始まるよ。よいしょつけてんだね。本当につけてんだ。何食ってんの。こっちで、そっちだ。あ、割り箸です。割り箸。あ、いつでもハゲる。パチパチパチだよ、本当にね。怖い怖い、こっちで。いや、もう本当、締め日終わりましたよ。ってことで、お疲れ様でした。いや、暑かったっすね、締め日。今日は暑かったですね。オープン初月の締め日がめちゃくちゃすごかったです。すごい、予想以上に。すごい大盛況でしたね。盛り上がって。猫の手を借りたいぐらい。まだ3月もね、まだプレーオープンなんだけどね。4月のちょっとグランドオープン楽しみだね。確かに、うん、グランドオープンにはもはや拡大点するんじゃないかとまで。そうですね、グランドオープンなかなかまずいっすよね。もはや、うん、流行りまくってるっすよ。お前のスケ感もなかなかまずいよ。お前今日狙ってきた。すごいな。狙ったっす今日。今日ずっとそういうかなって選ばれると思ってたよ。ずっといじっていい。そういうかなと思ってたっす今日。そうだね。まあ、多分締め日に来た子はあんまりそんなに見てないのかなと思うけど。そうですね。なんか来てる、うん、なんか来てる。おなんか来てるぞ、来てるぞ、いるぞ。シャンコが続けてあったの。シャンコばっかだったね。来てる人です。ありがとうございます。あ、でもよかったね。あ、いいね、上々っすよね。うん、1ヶ月目にしてはなんかすごい。うんうんうん、1ヶ月目だ、ね、やばいっす。いや、結構びっくりした。10連チャンぐらいだったんじゃないですか。多分そのほんとそんぐらい入ってた。シャンパン10連チャンぐらい入ってた。シャンコ入ってたね。結構満帆状態ですね。そうですね。なかなかやっぱアテナ乗るんゼウスってあってね。一番なんて書いてあるものだって。これなんだっけ。アイムメンヘラみたいな。どっちの。アイムメンヘラみたいな。消えれるよこれ。そう、透明マックスこれ。透明。僕透明。あ、すごいっす。ちょっと一緒に生首。これ、あの、もらえるから、あの、一千万使って。一千万使った人、めっちゃ一千万使ってるもんね。そこになれるから。これね、ドラえもんの秘密動画だ。透明マン。これを、パって全員消えてたの。さあ、ほすぐろうか。あ、ひょっこりなんすよ。ちょっと、さあ、ほすぐろうか。ほすぐってる、本当に。大丈夫？すごくない？ちょっと。あれ、ちょっと、その、あれ、色直したいんですか？やろう、俺も。だんだんで、ほんとすごいなこれ。これがすごいハリーポッターってちゃんと持たれたら分かってる。みんな何持ってるって感じですけどね。やばこれ。そのセリフかっこいいよね。かっこいいでしょ。僕透明のやつ。いや、透明マットあったら何する。透明マットあったら俺何しようかな。とりあえず消える。
さあホスグローカってなんかこれ 毎日ツイッターでつぶやいてるんだけど、うんうんうん、そしたらそれをずっと毎日見てた女の子がなんかフォロワーがあんまりいないらしくて、で3人ぐらいしかいないんだって、うんうんうん、タイムラインに毎日ホスグローカホスグローカって来てて、そうついになんか初回指名で来たよね。ホスグルっちゃったんですか。ついなんかホスグルなきゃいけないのかな。伝物のように唱えられてる。みんなもっとあの毎日ツイートのやつ作った方がいい。そうですね、あ、俺作ってるっすよ。作ったっす。なんかいいの作りたいっすね。おはよう歌舞伎町、おはよう歌舞伎町、おはよう歌舞伎町、いいっすね。そういうの作ってほしい。あれテニスね。俺もそうなの。俺と握手みたいな。本当だって今日って来てるじゃん。ね、さあホスグロー今日もホストしますじゃなかったですか。今日もホストしますはね、ちょっとねなくなったっすか。なくなった。ホス今日もホストしますかっていうのを一回ツイートしたけどね、なんやろ。これまだ流行ってないわ。でホスグローかそんな流行ってないよ。そうなんですか。そんなに流行ってない。だっていつも毎日ツイートしてて8いいねとかだよ。8いいね、まあいい。そのうち1は僕です、ごめんなさい。じゃあ実質7っていうことで。そう思ってゆぐらしに今日もいる。そいつは今日かげろ、お前絶対お前やろ。かげろお前やろ。いるやつ今日いない。今日いない。おはうよ。全然いねえじゃん。おはうよ、おはうよ。ジョンボーイですか。そうだね。あれってかこの箱って何なんですか。ジョンボーイ。この箱って何の箱なんですか。この箱ってどうなの。この違う、寝る前に3回ホスグローか唱える。それはホスグルイ。今それはホスグルイ。これはホスグルイ。洗脳だね。なんか分かんないけど、分かんないやつですか。そうだね、まあ、なんかお題をね、ちょっと今日考えたんだけど、はいはい、そのまあ、みんなアルテミス始まって1ヶ月目で、はいはいはい、まあ、アルテミスになってから、もしくはアルテミス入ってから変わったこととか、なんかその良かったことみたいなのなんかあるかなっていうのをちょっと聞きたいかな。それもはっきりしてますか。はっきりしてる。あ、じゃあじゃあ、未決神明らかに出勤日数が増えたっすね。めっちゃいい、めっちゃいい。これはめっちゃいい。ね、具体的にどんぐらい去年、あの、数えたら150日切っとったんですよ。はいはいはい、切った。切ってた。1年間で150日切ってた。半分以下じゃん。切ったんですけど、僕その5分の1今月で埋めたっすからね。あと埋めた150日、あと5分の4はもうあと4ヶ月で。150日すごいよ。半年で。夏休みでも42日とかよ。そうだ。そうっすね。なんで増えたのって聞かれたんですよ。何度ね、何度初心者入っていませんっていうくだりあったことか。たけるさんもうちょっと来ると思うんですけどって言いながらも最後のね、それで何百万ぐらい逃したよ。そうだよ、本当にそうだよ。あ、やばい、しまった、これお客さんも切れるはずだ。今年から復活するんで。ホストってどれくらい出勤するのが平均なの。まあ収録じゃない。収録です、ね、だよね、まあ、レギュラーだったら月だったら25出勤ぐらい。24日かな。24出勤。そんなに大きな声では言えんけど、ハービー社長に怒られた。最高。シャーミー社長っすか。かけ飛びが来るんですか。そうね、これはじゃやっぱりユキさんに聞きたいです。最高。俺でもね、最高のかけ飛びね、50万かな。うん、リアル。リアルですね。結構新人の頃なんだけど、はいはいはい、それ以上はないかな。え、これ50万ビットコインってことっすね。50万ガチだよ、これは。他のみんなは。僕は飛ばれたことないです、ね、新人、あ、新人、幹部補佐ぐらいかな。俺1000円ですね。あ、かわいい。逆に1000円なんでかけしたの。逆にね、入金し終わっちゃったら来なくなる子がいて、じゃあ1000円かけしようって話して、それで1000円かけした瞬間もう来なくなって1000円だけ飛ばれました。50万円1000円だったらちょっとくださくね。1000円かせよお前。本当に。僕3万だったのに言うタイミングなくしたじゃないですか。確実に僕の後だったです。1000円は絶対。本当にね、完全ですよね。いや、その1000円多分裁判起こした方がいいっすね。はい、絶対そうだよな。俺も思ってんだよ。僕リアルに歌舞伎町来るまで飛ばれたことなかったんですけど、歌舞伎町来て最初の洗礼受けて、お、うん、俺あの3ヶ月ぐらい100万円入金しとった女の子がおって、4ヶ月目に10ミリ入れたんですよ。お、10ミリ丸々飛ばれて、100ぐらいですかね。じゃあプラスじゃん。トータル収支で見るか。通算打率って考えます。打率、打率、一郎みたいな。うん。で、俺のその50万の時は、はい、なんかまず最初
その女の子の飼ってたね、あのお犬さんがあのお亡くなりになって、あらっていう連絡を来て、あそうなんだと思って、俺マジ1ヶ月、まあ、そういうメンタルもうやばいからって聞いて、じゃいいよって1ヶ月待つからって言って待ったんだよね。そしたらその1ヶ月後にえどうって聞いたら、いやおばあちゃん亡くなったんだよねって言われて、おーマジかと思って、死にまくりじゃないですか。そう、あおばあちゃん、その犬は今も元気で、やめろやめろねえ、竹井さん俺のポカリちょっと返してください。おばあちゃん亡くなって、カリブーもおばあちゃんおばあちゃんとはバチは言ってる、やめろおばあちゃんだけだ、そうかと思って、で分かったよって言ってまた1ヶ月待ったら、次お母さんが亡くなったって言われたの死にまくりやな、おやと思って、おやなるじゃんそれね、たたりでも、いやまあそういうね、世の中にはね不幸が3連続重なる子もいるのかなと思って、分かったよって言って、3連中の法則とかあるんですかね、もう1ヶ月待ったの、もうこれでもう3ヶ月待ってるの俺その子さ神経よくで3ヶ月経って、えどうって聞いたら、はいはい、いや今私入院してるって言って、おいってなったお前勝つ気だって死ぬかと思ってやばいな、タイミングフリー行きましょうか、誰が行きます、あこれやっぱりユキさんですか、フーバーで、あ、フーバーですか、いやもうね、そんなわけでいったチーム朝からマンジがさせてる通過するやつは、タンクトップを大切にできないやつは姫を大切にできない、初心に戻ってやり直せ。ここであの、ヤシロミオオーナーが、あ、ヤシロミオです、あっつーうちの店入ったらね、みんな3秒で売れるから、うん、じゃあよろしくめっちゃいいそうっすね、人3秒で売れたいね俺3秒経ってねえのかな、まだしてからね、本当にクマはね、ヘアメイしたら3秒で売れるから、やめて、ほんとに俺それ聞いたことあるヘアメイ全然してないんだよ、僕あんまりヘアで出勤してるんで、ありがとうございます、リアル。あとミオさん、あの息吸ってるだけで売れるってよく言うんだけど、あれは嘘、息吸ってる、多分ね、今過呼吸になってる、多分息吸ってるだけだったら売り上げ上がってるかもしれない、息も吐いてください、はい、さすが競争、お世話あるわ。あ、で、そうだ、あの話を申すけど、はいはいはい、そう、変わったこと、キンタが良くなった、キンタ良くなった、明らかにいいね、チャンユモチベーション上がったってことだよね、それはね、やっぱり僕ですか、僕単純っすけど、やっぱりあのお客さんの付きはめっちゃ良くなりましたね、やっぱり、ね、指名がすごい増えたっていう、おー、いいことやね、いいなりますか、一番いい、なんか、うん、そうっすね、めっちゃ普通なんですけど、アルティミズムってかね、で、俺いいっすか、おお、何、めっちゃなんか一発芸増えたっす。おお、じゃあやってもらいます。じゃあ名前何やって名前、あの名前改名したよね。飲み方がエグくなったっす。シェイキンシェイキンするような。シェイキンシェイキンでなんかもうピーシャンパンペールにピッピッピッやってもらおうかなって。もうシャンパンペール持ってきます。全然やるっすよ。アイスペールあるよそこ。アイスペールあるよ。アイスペール。確かに。アイスペールはカロリー2缶ぐらいしか入んないんで。ここ1週間2週間で一番飲んでる。飲んでる。間違いない間違いない。一番飲んだ。最近ホストだよね。最近ホストやってる。最近ホストやってる。すごい飲んでるな。そうアルテミスになったらホストやるようになる。はい、あの出勤増えるし。確かにあれホストやってチャットホストだね、お前元から金太いいよ、金太じゃホストやってなかったから、金太よくてもホストやってなかった、ホストやってなかった、何やってたの、ホストやってなかった、多分ただ飲みに来てた人みたいなおい帰れ、電車立てるぞ、マシムって呼ぶぞ、板客だったんだいぶ痛いでした、やばいね、
意味です。だでも常に割り箸を持つことがなくなったっすもん。最近めっちゃ割り箸持ってる。割り箸持ってる。それ綿飴な食べた後じゃない。ほらいつでもゲロ吐ける。いつでもゲロ吐いていつでも飲めるやん。ふまぐれ。いつでも先輩にラーメン添えていいです。割り箸がくるだって。あのフーバー吹いてないやろ。俺のマークフーバー吹いてる。フーバー変わったことある。俺変わったことっすか。俺変わったのやっぱしなんすか、ね、悪くなった悪くなったっすかね。なんかやっぱりすごいね、なんというか、まあ、たくさん先輩方がいたわけですけど、逆に先輩減っちゃったっていうのあって、まあすごい、なんか真面目な話になっちゃうんですけど。いや真面目な話してる、たまに。すごい、これからね、僕も、はい、まあ全然なんですけど、ね、なんていうか、いい先輩で、ね、なれたらと思って、はい、お、なるべくおらつかないようにしてますね、ほんとに。とりあえずあの店、アルティミスになってからすごいコメント止まったんだけど、どうしてくれ、なんでやめても飲み屋って、飲み屋ってこれ絶対この言い方もう分かったのね、ほんとに飲もうか、ほんとファッションがすごい、まだ飲まへんのファッションがすごい、ありがとうございます、ほんとね。あのこれおばあちゃんちのカーテンじゃないですよ、ほんとに。うん、水だけど。じゃあ雨は、あ僕は、はい、あそうっすね、売上で言ったら50万ぐらいは上がったっすかね。すごいじゃん、50万ヘクトパスカルも1ヶ月目ですごいね。いや、宛名の頃よりは50万ぐらい上がって、あとご飯をおごった人、今僕より後輩ってか後から入ってきた人はご飯大体おごってるんですけど、8人目が飛びました、よいしょ。お誰だよ誰ついでに言うと7人目です。それ何すけ、何すけの話それ。え、いや何すけは6、5、6人目ですね。誰すけ。やっぱ50万とは言ってない、ね、とは言ってない、ウォンかもしんない、うん、ご飯にやっぱ連れてってもらって、こう知りたいんだよね、雨が本当に男なのかっていうことをね。あ、知っちゃいけないこと知っちゃったのかもしんない、うん、その子たちが男なのか、女が男してるのか、どっちなのっていうのを知りたいんだったら本当に男なの。ちゃんとブラジャーしとる、飲んどるよ、わし、飲んどるよ、ちゃんとブラジャーしとった。この間のことは言わないでくれるとか秘密って言ったやろ。すいません、女の子大好きです。すごい、もう興味津々じゃん、みんな。女の子大好きです。おねえなのって。男嫌いです、よいしょ。マジでちょっとやめようか。やめようかって。じゃああと次は、じゃあ、あと誰だ、髪の毛と、あと代表っすね。代表変わったこと聞きたいわ。俺役職以外で俺めっちゃ変わったよ、うん、あまずなんか今までなんか自分フーマ女なのって、どういうことよ、ほんとに。大丈夫かな、最近つい今見せた方がいいっすかね、俺ゲイだな。俺は変わったのはやっぱ自分が指名を呼んでる以外で、なんかそのみんなが指名を呼んだ時になんか自分のことのようになんか嬉しいって思うようになった。あ、これめっちゃ変わった。大丈夫の器っすね、さすがです。そう、なんか店で今度は嬉しいし、なんかそのシャンパンが入ったら自分のことのようになんか嬉しいなと思って、はい、なんだろう、なんかその店に来てる、アルテミスに来てくれる子はみんな、やっぱ俺の指名だと思うようにしてる。なるほど。そこは変わったかな。かっこいい。とりあえず飲みます。本当にね。なるほど。いいこと言ったから、グイ、飲みます。どっちにしろグイっす。今自分にちょっと、もうすでに酔ってるよ、もう。すげえ飲んだんだよ、今日は。今日は飲んだっすね。今日はほんまにすごかったっすね。先生みたい。入れた方がいいんすか。もともと先生やってたからね、俺ね。イケメンは言うことが違うわ。そこに行くんですか。いや、そうだね。アルテミス結構いい感じだよね。いい感じっすね、今日ね。そう、でもみんな面白いから、はい、雰囲気もいいし、雰囲気がすごい、意識高いっす、みんな。ついていけないです。あとはもうね、このね、放送を見てくれてるみんながね、もっとね、遊びに来てくれるかどうかって感じだね。そこはね、自分らも準備できてるんでね、うん、かな。いいよ、ね、どんなとこなんだろう。代表に飲ませてください。来てほしいわ。あ、出た、防水出てる、これ、こういう、ずらしてる、ずらしてる、ずらしてる、味がある、味が本当に、こういう防水、こういうおしゃれ。アメちゃんに髪伸びてきてるよ、絶対前回見たと言う。伸びてるからずっと。そう、ね、この帽子のズレ具合はちょっと、ね、店に確認しに来てほしいね。意外と安定感あれば、実物よりズレてますねみたいな、ね、あるあんまり嬉しくないな、それ。嬉し
あ、このズレ具合が燃えるってやっぱ計算してるっすね。やっぱり角度測ってるんですか。多分、俺を指名してる。なるほどね、ちょっとなんか誰だか分かっちゃうっすもんね。ゆきさん、ズレ方がいつもと2ミリぐらい違うっすよ。マジ2ミリ。それ多分、あの頭頂部が2ミリ増えた。頭頂部にプロテーゼ入れてるからね。風磨グラサンズレてる。ちょっとなんかね、これね、酔っ払いすぎてグラサン曲がっちゃったんだよね。そう、だからちょっと新しいグラサン。グラサンが酔っ払ってる。あ、そこあるっすよ。募集してます。そこあるっすよ、グラサン。ん、グラサン。どこやねん。おーおーおー、なんで、はいはいはい、新しいグラサン。あ、もうガクトあるじゃないですか。あったわ、俺のグラサン。よかった、マジで。片方ない。片方ない。あったでもないな。あったなにこれ。え、いつもと変わらなくないですか、マフさん。逆に、え、待ってよ、いらね。本当に何これ。で今日ねカラコンつけてないんでね、すごい目がちっちゃい。この画面で絶対分かんないよ。ちっちゃい、すごい目が。目ちっちゃいっすねこれね。目ちっちゃいねこれ。確かにちょっとちっちゃい。いや本当にいいね。みんなやっぱね、アルテミス始まってからこれ事務所的に NG やから。タケルさん、ガクツやないですか。変わったっていうのがいいねやっぱり。そうっすね。これシャネルか。シャネルです。シャネル聞いてない、はい、あんま聞いてないですなんかみんな自由に。すいません、長い話聞けない。もう1分前だ。早い、早い、早い、早い。嘘やろ全然。え、もうちょっと誰の話を聞きたい。ちょっとコメント一番最初に来た人に喋ってもらう。それ喋ろう。何でもいい。ここにもうなんか質問。え、もう終わり。質問バンって。一緒に質問バンって。はい、タケルさん。タケルさん、俺の話何も用意してないよ。俺、じゃあ俺2番目の俺ね。俺はもう強的な信者がいる。すげえ来てるから、ほんまに。あのね、あの指名した話聞いてほしい。6コンボ。風磨グイ。あの、スーマ6。早っ。一ノ瀬グイ呼ばれてるよ。もう、乗りますとりあえず。何乗ってたの。とりあえず乗りますね。いや、一言だけ、アルテミス絶対入る。絶対入る。とりあえず、今のうちしか入れないぐらい。アルテミスに俺ら今日もいる。ね、本当にもう逆にグランドオープンしたらもっと混むよ。やばいよ、ホントに。俺が最初働いた店、グランドオープンの翌日に10人飛んでグランドクローズしたからね。これ閉まる、これ閉まっちゃう。絶対させねえ。ありがとう。ありがとう。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田です。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー。じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。